ジャズ喫茶バリエレーラのおいちゃんです。こんにちは。今日は女性ピアニストを皆さんにお届けしたいと思います。こちらになります。見えますでしょうか、非常に綺麗なというか可愛らしい感じですね、こちらはちょっと妖艶なジャケットなんですけども、彼女です、これは1980年代の後半、もう1990年に近い頃の録音になりまして、ブルーノートから出ました。ですけども企画制作したのはですね、日本コロンビア、日本なんですね。それでブルーノートで、発売されました。それで、今で言うどうでしょうかね、ブルーノートといえば同じ感じで言いますとノラ・ジョーンズですね。彼女も弾き語りします。で非常に優れたピアニストです。それでこのイリアヌ・イリアスの相手がですね、結婚した当時相手がランディ・ブレッカーという、ブレッカー兄弟の弟の方ですね。トランペットとかフリューゲルホルンとか、ここではフリューゲルホルン吹いてますが、そのブレッカー兄弟の弟のランディ・ブレッカーがイリアヌ・イリアスの旦那でした。それで後に離婚して、今度はビル・エヴァンス最後のベーシストマーク・ジョンソンが彼女の2番目の旦那でした。それで非常に優れたピアニストで、その、サイド面もすごいんですね。やはり彼女の才能をもちろん分かっているものですから、非常に応援したくなるという感じですかね。ブラジル出身なんですね。サンバとかボサノバとか、そういったものが体に身についてますので、ハッと思わせるようなフレージングを彼女は弾きます。今日はどちらかというと、フュージョンっぽいのをお聞かせします。ピーター・アースキンドラム、ウェザーリポートのですね、ピーター・アースキンとかですね、そういった人たちも入ってますし、ブレッカーも入ってます。それで今日お聞かせするのは、トゥーウェイストリートというデオダートもこれ参加してますので、それをお聞かせします。お待ちください。
野菜よ。